こんにちは、遠藤真理です。今回は新発田市篠町にお邪魔します。ではもう間違いない2人がこちらにいらっしゃいます。うわー、かっこいい旗です。こんにちは、遠藤真理です。あ、こんにちは、所有者の池田雄一です、はい、よろしくお願いします。柴田町守の会の的尾修一です。お願いします。お願いします。今日お邪魔します、はい、よろしくお願いします。お邪魔します。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします、これから館が満載ですね。ちょうど昨日、解体作業をやってまして、はい、今積み上げたばっかりの木材です。材木を、はい、いつ頃の建物なんですか？これは明治20年代の、はい、建物です。はい、元は何だったんですか？おじいちゃん、おばあちゃんが、煎餅屋で、昔ここに、まあ、俺が子供の頃なんですけど、はい、一等館ってわかります？はいはい、ドリフターズがこうやってゴーンって一等館がここに山積みにあって、はい、そこに割れせんべいがいっぱいあったんですよ、はい、でそのおじいちゃんがそれを小さい袋にみんな入れてアイロンでこう袋を作ってそれをここで売ってたんですよ、はい、それがその後で、あと八百屋さん始めたり。ああ、そうなんですね、はいはい、お店だったわけですね。そうですね、白瀬長屋、はい、ということなんですが、何軒ぐらいあったんですか？本当、はい、端から端まであったんで、うん、今は7軒です、ん7軒かなですけど、もうちょっとあったと思いますよ。隣もあったし、その隣もあったし、子供の頃はここから行かないで屋根からこう行ってましたからね。屋根自体に、何度も来られましたよ。でしょうね、瓦割れると言われてあ、じゃあ賑やかだったんですね。そうですね、はい、それがいつ頃からこう空き家になったりっていうことになったんですか？そうですね、20年ぐらい前なのかな、うん、だんだんちょっとね、皆さん外出てったりして寂しくなったんですけど、はいはい、うん、このまま空き家に住むの寂しいなと思って、まあ、いろいろやってたんですけど、はいはい、まあ、皆さんこう集まっててくれて、もう頼もしい、うん、仲間が増えてきて、うん、これから、うん、いろいろちょっとやってみたいなと考えてます。集まってきた仲間ですね。はい、頼もしいですどういうきっかけで町守の会ってなってきたんですか？はい、3年ほど前にですね、はい、当時町歩きのグループがあって、そこからこういう空き家を、うん、どうにかこう活用して町づくりできないかなという、まあ、仲間たち数名と始めたのがこの柴田町守の会という団体です。まず初めに、まあ、柴田いろいろ空き家はねいっぱいあるんですけども、うん、その中でも特にこう、まあ、歴史的にも古い歴史があってですね、まあ、いろいろ調査した中でここがいいよというところで、うん、ある程度焦点絞ってですね、それで初めて池田さんに3年ぐらい前にですね、うん、お話しさせていただいたのがきっかけであります。はい、その時どうでした？お話いただいて。いや、嬉しいですよ、うん、なんとかしたいなって気持ちはずっとあったんですけど、うん、少しでもこう賑やかなね、皆さんフラッと寄れるような場所を作れたらいいなと思って、うんうん、こればっかりは本当に自分一人じゃできないんで、うん、皆さんには感謝してます、はい、ね、若いメンバーが揃ってますけれど、うん、はい、どんな方たちなんですか？そうですね、それこそ、うん、公務員だったり大工だったり、うん、はい、私専門は屋根工事屋さんなんですけど、そんなメンバーだったりですね、はい、本当に、まあ、30代40代のまだまだこれ、うん、今仕事盛りの、うん、若いメンバーが、うん、まあ、どうにか何かしら自分たちの力を活かせないかというところで頑張っています。今までどんなことをしてきたんですか？うん、はい、この長屋を、まあ、3年前から少しずつですけども、うん、まだ初めね来た時は、道具もいっぱいありましたし、それを少しずつこう
整理したり、でまた今ちょっと奥の方見えてますけど、はい、床剥がすところから始まってですね、まあ、定期的にここが開けてですね、地域のために開放して何かしらこうイベントみたいなのも開いたりという形のような活動をしてます。いや、どんなイベントですか？近くにですね、はい、年1回寺町っていうお寺がいっぱいあるところがあってですね、うん、そこで寺開きなんていうイベントがあるんですけども、それに合わせてここ開けたりですね、はい、あと花市なんていうイベントもあるんですけど、うん、その時にもここ開けてですね、うん、ここで、地元の野菜売ったり、はい、わたあめ作って売ったりですね、そんな活動もしています。いや、はい、じゃあにぎわいがちょっと戻ったんで、きっかけになったんですね。そうなんですよ、はい、空き家を活用してみたいなっていう若者たちっていうのは大勢各地に、はい、各地域にいると思うんですけども、うん、やっぱり持ち主の理解っていうのが一番ですよね。なんとかしたいなって気持ちがあったから、うんうんうん、やっぱり仲間がいないとダメなんで、うんうん、でいろんな人いるんで、はい、いろんな分野の人いるんで得意な人をそれぞれやってもらえるだけでも、もう全然違うんで、うん、まあ、少しずつ前進してる、来てるなっていうのは今感じてて、うんうん、まだもうちょっと時間かかるかもしれないですけど、はい、まあ、少しずつ疲れない程度に、はい、こうゆっくりやっていきたいなと考えてます。でもこの活動が始まって、はい、やはり何かが変わってきてるっていうのは感じますか？感じますよ、うん、楽しみですもん、毎週毎週、うんうん、なかなかね、商売しててもですね、うん、またその商売とはひとまず違う活動の内容というか、うんうん、はい、ダイレクトに誰かのためになってるなというところでですね、やりがいもありますし、またねこの地域のために、ちょっとでもいい方向に向かう活動になってるなというような実感があるので、うんうん、やってて楽しい部分があります。ね、はい、いいモデルにもなりますね、これはね。ねえ、もう本当にこれを私もこう見てワクワクするんですけどもそうですか、どんな風になっていくんですか、うん、これから。ここ今2階張られてますけど、2階もこう、吹き抜けにしてですね、はい、でここを、まあ、床もしっかり張ってですね、うんうん、でまた今水回りキッチンだったりトイレがないんですけども、はい、それも整備してある程度こう皆さんが使いやすいような状態にしてですね、うん、そしてこの空間を、まあ、池田さんと一緒に考えながら、うん、まあ、地域の皆さんの交流の場になっていければなと思っています。はい、池田さんはどんな場所にしたいですか？柴田って潜在能力本当に高いところで、お城もあるし、うん、寺町神社もたくさんあるし、昔ながらのいいとこいっぱいあるんですけど、はい、あれを点じゃなくてこう線でこうつないでいって、うんうん、こう駅からこうずっと歩いていっていい感じのこんなのができるといいなと思って、そこにここがあって、はい、ちょっとふらっと寄って、うん、なんかお茶でも飲んだり、うん、ちょっと夜中なんでこんなところでね喋ってみたり、うん、そんな風にふらっと寄れるような、うん、場所にしたいなと思ってます。いいですね、はい、その時は一斗缶にお菓子ぎゅうぎゅうですね。あ、いいですね。食べてください。いいですね。割れせんべいね。割れせんべいね。わ、楽しみです。夢は膨らむと思いますけども、はい、この場所どんな風に活用したいですか？8月の27日に奉納台場につながって、はい、で帰りは8月29日、帰り台場になるんですけど、うん、そこが本番なんですけど、はい、私も若い時はここで、うん、ここでもう御座敷いて、若い衆がいっぱい集まって、うん、物を食べたりちょっとエネルギーこう入れて、うんうん、気合いつけて行くぞって行くんですけどそこはほんと活気あったんですよ、はい、で帰りここ通って帰ってくるんですけど、うん、でさっきも話あったけどここを吹き抜けにして2階の部屋あるんですけど、うん、ここをさじき席みたいにして、お台場帰ってくる時にここ泊まってくれと、はい、ここでちょっと50回ぐらい煽ってくれと、でここでガッタンガッタン煽ってるのを2階の部屋から見える、わ、なかなか上から台場を見るってないから、はいはい、そんなのちょっとやってみたいなと思って。地元の人も喜ぶけど、うん、県外からもたまんねんですか ね、市外からもそうそうそう、きっと見たいと思いますね。いずれそういう風にやりたいなと、うわ、そのためには皆さん頑張ってくれねえ、
私の中で一番大事なのはやっぱり継続して残っていくことだと思うんですよね、はい、でどうやったら、まあ、継続して残っていかせられるかというと、やっぱりある程度お金を稼げないと、うん、維持できないと思ってます、はい、まあ、そんな中でどうやったらお金稼げるかというところで、まあ、例えばカフェにしたりですね、何かしらこう飲食ができるような空間にしたり、うん、あとはまた今今年コロナも流行って、在宅ワーク増えてますけども、まあ、そういうようなコワーキングスペースっていうんですかね、うん、在宅ワークのスペースにして、まあ、常に Wi-Fi は使えるような空間にしたりですね、あ、そんな形でこう近所の人、まあ、地域の人に活用してもらえて、持続的に管理ができるような空間になればいいなと思います。嬉しすぎて嫌で走り回らないようにしてください、ね、今日はありがとうございました。いい、こちらこそありがとうございます。再生プロジェクトに携わっている皆さんのワクワクがこちらにもビシビシと伝わってきました。これからどんな空間が出来上がるのか、とっても私も楽しみです。地域の歴史的建築物でもある長屋に新たな価値を見出していく、使い勝手の良い空間に継続的に手を入れていく、周りの風景に溶け込んだ歴史的に意味のある白瀬長屋を再生する、同時に地域の宝を守ることにもなる。こうしてみると空き家って財産であり宝物でもあるんですね。地域にあるものを活用すること、新しい空気を入れることで魅力的に変化していく。さて、これまでいくつかの空き家にお伺いしてきました。実際にお会いしてお話を伺うと、地域によって事情も思いも人となりも異なります。地域には地域のそれぞれの選択があるのだと感じました。地域の魅力は地域で掘り起こす、そこが大切なのだと思います。